はい。では、次は、レグエクステンションやっていきます。Kid who's nappy with the dress. Just don't can't see his own. このマシンは、特にももの前を集中的に鍛えることができるマシンです。では、やってみます。こういう感じですね。では、細かいポイントをお伝えしていきます。まず、このパッドの位置を合わせます。上下します。この位置は、ちょうどこのパッドが足首のところに来るように合わせます。これより上、下とか上にならないように注意していきましょう。次に、この背もたれの位置をご案内します。どのマシンもこのように前後するようになってますが、座った時に、ここが大体直角になるような座り方がベストです。イメージは、いわゆる集合写真でいい姿勢を撮るような感じですね。これが前に、すんなり、逆に、のけずるようになってしまうと、少し基本の使い方と変わってきます。座った時には、この軸に膝がしっかりくるように座ったら準備完了です。動かすときには、見た目は膝から動いてますけど、ポイントは体幹部です。腹筋や肋骨を締めるようなイメージで、動かして、固まってから、膝を伸ばしていきましょう。体幹部を締めてから、膝。これを、ここを緩めた状態。こういう状態ですね。これでやってしまうと、膝や腰を痛めやすくなりますので、気をつけてください。はい。では、今日の最後の種目はこちら。レッグカールです。これは、ももの裏側を集中的に鍛えるマシンです。では、やっていきましょう。横になりましたら、前にバーがあるマシンがほとんどです。このバーを掴んだ状態から、スタートしていきます。マシンの調整方法です。まず、足のこのパッドの位置ですが、合わせ方は、まず、膝から合わせます。膝をこの軸に合わせた状態、シートから膝を外した状態で、曲げた時にちょうど足首に来るようにしましょう。これが、ずれないように気をつけてください。ここの可動域ですが、基本的には、怪我とかをされてない方以外は、一番大きく取れる可動域に合わせましょう。ただ、膝から曲げるんではなくて、体幹部をしっかり固めてから曲げるという、二段階でやるイメージです。お腹を固めてから曲げる。固めてから、見た目には分かりづらいですが、しっかりイメージしてやっていきましょう。はい。では次にストレッチの方法をご案内したいと思います。どうもトレーニングというと、ストレッチを、あまりしない方も多いんですが、私はストレッチをお勧めします。トレーニングの前、特にジムのトレーニングの前には必須だと思っています。主にほぐす場所は、足のトレーニングの前は、体幹部、それと股関節、大腿部、そのあたりをほぐしておきます。それではまず、腰周りのストレッチをやっていきます。まず少し動きながらやってみますのでご覧ください。このような感じです。はい、それでは動いていきます。まず、膝が中心だと思ってください。ここから体をリラックスして楽に倒れる方法。一旦体を楽に倒してから、頭をなるべく上げないように、膝の真ん中に体を沈めていきます。20秒ぐらい伸ばしたら、今度は膝から内側、内側ですね、右側ですね、右側に体全体をひねって倒していきます。腰をひねる感じですね。ここで
20度ほど伸ばしたら、今度は反対側、膝を左側に倒していきます。つまり頭が上げないように膝に対して真ん中、右、左とそれぞれ伸ばしていきます。これがある程度伸ばし終わったら、初めて頭を起こします。今度は体の重心をこっちに移動します。そのまま体を進めたい。これは右のももの付け根を伸ばしています。この姿勢で20秒ぐらいですね。こんな感じです。止まらないで体を動かしながら伸ばしていく。慣れた方、ももを覚えた方はこのようにして体を自由に使いながらやると、よりスクワットの動き、使うところをほぐすことができます。今はこちらだけでしたけど、はい、反対側もやって観察方よくしていきます。はい、それでは、本日のトレーニングのご案内はこれで終了いたします。皆様もお自宅で、そしてまたジムでトレーニングを頑張ってみてください。よろしくお願いいたします。